ネイサン・メアー・ロスチャイルドネイサン・メアー・ロスチャイルドは、ドイツ出身のイギリスの銀行家。ドイツ語読みでは、ナータン・マイヤー・ロート・シルトと読む。マイヤー・アムシェル、ロート・シルトの三男であり、ロンドン・ドス・チャイルド家の祖にあたる。マイヤー・アムシェル、ロート・シルトの三男として神聖ローマ、帝国帝国自由都市フランクフルト・アムマインに生まれる。1798年、21歳の時戦意業の、 中心地であるイギリスマンチェスターへ移住した。フランス革命以来、ドイツでは流通が混乱して、綿製品が高騰していたので、産業革命により、綿製品の大量生産が行われている、マンチェスターで安く仕入れ、ドイツへ送って莫大な利益を上げることができた。さらに中間マージンを節約するため、買い入れだけではなく、綿酒や染色業にも手を伸ばしていき、 面資業全体を扱うようになった。やがてこの事業で得た利益を使って金融業も手がけるようになった。1804年にはロンドンへ移住し、1811年には NM ロスチャイルドサンズを起こして、為替せて型貿易の銀行化に転じた。大陸を接見したナポレオン・ボナパルトは1806年に大陸封鎖令を出して、敵国イギリスとの貿易を禁じた。 これにより、コーヒー、砂糖、タバコ、綿製品など大陸諸国がイギリスやその植民地からの輸入に頼っている商品の価格が高騰した。一方イギリスでもそれらの商品の価格が市場の喪失で暴落した。姉さんをこれを利用し、イギリスで安く買って大陸へ密輸し、父や兄弟たちが大陸内で確立しているロスチャイルド家の通称ルートや、 情報網を使って各地で売りさばいた。これによってロスチャイルド家は莫大な利益を上げられた上、物資不足にあえいでいた現地民からも大変に感謝された。現金や金の密輸も手掛け、イギリス政府が反フランス同盟国に送った軍資金の輸送も受け負った。パリのマテージェームスと協力してイギリスからフランスを経由して、 ピレネー山脈の向こうのイベリア半島で戦うイギリス軍司令官ウェリントン公爵のもとに近海を届けたこともある。ご兄弟の中で最も先導的であった彼は他の兄弟からナポレオンになぞらえ総司令官と呼ばれていた。1815年のワーテルローの戦いはナポレオンが勝てばイギリスのコンソル交際は暴落し、イギリスが勝てば逆に高騰するだろうと言われていた。 姉さんは、ロスチャイルド家の素早い情報伝達体制を駆使して、いち早く、イギリス勝利の情報を掴んだ。ロスチャイルド家の優れた情報収集体制は金融界に知れ渡っていたため、皆姉さんの動向を注視していた。そこで姉さんはまず交際を打った。それを見た、他の投資家たちは、イギリスの敗戦を確信し、一斉に売りに入った。 交際が暴落したところで姉さんは急遽莫大な寮の会に入った。イギリスの勝利の報告が入ると交際は急騰し、姉さんは莫大な利益を上げることに成功した。これは姉さんの逆売りとして伝説化した。1817年にはロスチャイルド5兄弟全員にオーストリア帝国のハプスブルク家よりフォンの称号を送られ、さらに1822年には五兄弟に、 男爵くらいと紋章が授与された。だが姉さんは、称号や紋章のような名誉には、関心がなく、男爵の称号も全く使用しなかった。勲章も送られていたが、身につけなかった。自由主義国イギリスでは、ハプスブルク帝国のような先制王朝国家から、授与された爵位などほとんど価値を認められていないことを、姉さんが感じ取っていたためとも言われる。 名前にドイツ語の貴族称号、フォンを入れることも禁避し、繊細な印象がある、フランス語の貴族称号、ドに変更している。1824年、モンテフィオーレケとアライアンス保険を立ち上げた。これは1710年創業の太陽保険と1959年に合併した。また、1845年創業のロイヤル保険と1996年に合併した。 2008年に現在の社名 RSA インシュアランスグループとなった。1836年6月に長男ライオネルと弟カールの娘シャーロットが結婚した。それを見届けた後の7月28日に炎症を悪化させて60歳足らずで死去した。イーストエンドの墓地に葬られた。タイムズ紙は彼の死について英国金融界にとっておそらくは ヨーロッパ金融界にとっても最も重大な事件であろう。彼と被験できる金融操作はかつて存在したことがなかった。残された彼の兄弟と同じく、彼は男爵の爵位と貴族の特権を有していたが、彼は貴族のように振る舞うことはなく、ロスチャイルドの名前の方を誇りにし、その名のもとに称号ではもたらすことのできぬ名誉を得たのであると評した。年に、 英国ユダヤ人、レビ・ベアレント公園の娘であるハナ・ベアレント公園と結婚した。ハナとの間に以下の七子を設けた。ちなみに、花のおじ、ザロモン・ダビド・ベアレント公園は、カール・マルクスの母方の曽祖,祖父にあたる。ありがとうございます。